平成24年10月1日、豊島区が誕生して80年を迎えたこの日、区政施行80周年を祝う式典が東京芸術劇場で行われました。そして今日、これからの施策が大きな利用を進もうとしております。式典に先立ち、池袋西口公園に傘を持った子どもたちが集まりました。傘にはそれぞれ子どもたちの笑顔がプリントされています。人と人との絆、地域の絆を広げようと企画した笑顔のハートプロジェクトです。ところで皆さんは、子どもだった頃の街の姿をどれだけ覚えていますか？10年前、20年前、あるいは80年前のことを。皆さん一人一人の記憶は小さな思い出でしかないかもしれません。しかし、それらをつなぎ合わせると、さまざまな町の歴史が見えてきます。区民一人一人の思い出を掘り起こし、豊島区の歴史を振り返ってみましょう。豊島区は昭和7年10月1日に西巣鴨町、巣鴨町、高田町、長崎町が統合して誕生しました。以来80年の間に豊島区は飛躍的に発展しました。ここに区民が撮影したもの、そして豊島区立郷土資料館収蔵の豊島区の歴史を物語る写真があります。豊島区の過去の姿をかつての4つの町に分け、写真と昔の姿を知る人たちの思い出話で振り返ります。最初は現在の豊島区の東部にあった巣鴨町です。おおよそ現在の駒込、巣鴨、南大塚などにあたります。江戸時代、駒込の一部は染井と呼ばれ、植木屋が軒を連ねる植木の里でした。染井の地名は皆さんも聞いたことがあるでしょう。染井吉野桜。染井は染井吉野桜発祥の地でもあるのです。巣鴨地蔵通り東側の白山通りには、およそ40年前まで路面電車が走っていました。この写真の右に見えるのは、当時まだ工事中だった都営地下鉄三田線を掘り進めるための建坑です。昭和40年代に入るとモータリゼーションの波を受け、白山通りをはじめ都内の路面電車は徐々に姿を消していきました。代わって地下鉄や自家用車が交通の主役に躍り出ることになったのです。大塚駅は巣鴨町と西巣鴨町の境に接していたため、巣鴨町の人も多く利用していました。これは戦争の傷が癒えつつある1950年代の大塚駅南口の様子です。何やら人だかりがあり、みな熱心に夢中で何かを見つめています。視線の先にあるのは街頭テレビ。まだ家庭に普及していないテレビをこうして視聴していたんです。特にプロレスや野球中継に熱狂したそうです。次は現在の豊島区の南部にあった高田町です。おおよそ
現在の高田、雑司ヶ谷、根城などにあたります。 JR 山手線の目白駅、1885年に開業した豊島区内で初めてできた鉄道の駅です。その理由は当時の重要な幹線道路、目白通りが交差するという交通の要衝にあったためでした。目白駅という名前は駅の南東にある目白不動尊から付けられ、さらに現在の駅周辺の町名目白はこの目白駅から付けられました。雑司ヶ谷岸門神や大鳥神社のある雑司ヶ谷にはかつて川が流れていました。鶴巻川です。しかし昭和初期に蓋をする工事を施して暗渠となりました。暗渠は現在鶴巻通りという道路になり、川の名前そして川筋の名残を今に伝えています。こちらは高田町の一部だった豊島区南池袋に暮らす矢島克明さんです。矢島さんは旧高田町周辺のかつての姿を絵に描いて現在に伝えようとしています。今からだいたい60年も前の話です。近所の路地が一番の遊び場所だったんですよね。それで、墓地で遊び疲れると今度は、すぐ今のグリーン大通りを挟んで、根津山という山とそれに、囲んでる雑木林、大体東京ドームの 2.5 倍が、あると言われておりますが、木登りをしたり、あるいは根津山で高さ10メートルちょっとのね山がありまして、お山の大将になって、遊んだりですね、それから、まあ、友達同士でもって、まあ、トンボ取り、それからチャンバラごっこ、まあ、そんなような遊びで、まあ、本当にあの公園ではできないような、面白い遊びを考え出してねやったものです。矢島さんにとっての豊島区を一言で表してもらいました。豊島区とは郷土の歴史が埋まっている宝の山です。現在の豊島区の西部にあった長崎町です。おおよそ現在の長崎、南長崎、千早などにあたります。毎年5月の第2日曜日、長崎神社の境内と神社周辺の町がにぎわいます。この地で古くから行われている長崎獅子舞です。長崎獅子舞はもともと五穀豊穣や悪疫退散などを祈願するためのものでした。天の恵みに祈る舞、この地域がかつて農村だったことを今に伝える民族芸能なのです。長崎町の西側を走る千川通りにもかつての農村の痕跡が眠っています。千川上水です。玉川上水から水を引き込み、農業用水などとして使用していました。しかし、戦後になると長崎地域にも都市化の波が押し寄せてきて、千川上水も暗渠となりました。また、長崎町は新たな文化を育んだ地域でもあるのです。中でも多くの芸術家が住んだアトリエ村、そして南長崎にあった常盤荘は重要な遺産です。常盤荘は若き漫画家たちが青春時代を過ごしたアパートでした。手塚治虫をはじめ日本を代表する多くの漫画家がここから羽ばたいていったのです。
こちらは田島よしえさんです。生まれてから現在まで長崎町の一部だった千早に暮らし、町の変遷を見続けています。うちの方は本当練馬と板橋のちょうど真ん中になってるのね。今の豊島高校を中心として全部西の方へ払った。あとは全部ね、反対側は畑ばっかりです。全部畑、主にね麦ですね。この辺は田んぼのような水がなかったから麦が主で、あとは芋類とか、まあそんなようなものですね。私の裏は現在豊島高校になってますけど、もう3万坪とか言われた、もう原っぱでね、隣の練馬区から向こうまで見渡せたんですよ。昔を忍び、俳句を一句読んでもらいました。農に行く母たちのこと、雲の峰。母を思い出しました。母がやはり長い間お釈迦してたって、その友達もみんなお釈迦でしたからね。その母たちのことって思い出して、で雲の峰を見てるといろんなことが思い出されるのね。豊島区とは私の人生のあらがしです。最後は現在の豊島区の中央と北部にまたがっていた西巣鴨町です。おおよそ現在の東池袋、池袋本町などにあたります。一日の乗降客数が250万人を超える世界的にも有数の巨大ターミナル池袋駅。駅の東口にも40年ほど前まで路面電車が乗り入れていました。現在では路面電車はなくなり、駅前は著しい変化を遂げました。立ち並ぶ商店が町に活気をもたらし、庶民的な雰囲気を見せる池袋駅西口界隈。戦後闇市の趣を残していた西口も1960年代には整備が進みました。さらに40年後、西口駅前の広場は拡張され、人々がより訪れやすい街になりました。変化に富んだ80年、しかしその間の出来事は決して成長と発展だけで彩られたわけではありません。アジア太平洋戦争では空襲で豊島区の大部分が焦土と化しました。そうした困難を乗り越えて豊島区は復興への道を歩み、発展を遂げていったのです。そして今、安全安心な街づくりを目指す豊島区は平成24年に WHO 共同センターによるセーフコミュニティの国際認証を取得しました。同じ年に区政施行80周年を迎えられたことは、この節目に豊島区が誰もが安心して暮らせる街に向けて大きく飛躍する絶好の機会となります。子どもたちの笑顔は平和で、そして安全安心な街であることの証です。この子どもたちが大人になって昔を振り返った時に、明るく懐かしく思い出を語れる豊島区を築いていきましょう。